メタルギアソリッド4が終わったのが2008年で、まあ、スタッフは休暇を取ってたんですけども、まあ、5を作らないといけないの で僕の方で、企画を何本か作りました。で、まあ、ザ・ボスとコブラ部隊を主人公にノルマンディ上陸作戦に参加するとか、まあ、そういう、大枠みたいな企画をスタッフに投げて、まあ若いスタッフに5を作ってもらおうと、まあ、2008年の夏以降ですね、そういう、まあ、プレゼンテーションをチームにしました。なんですけども、まあ、メタルギアソリッド5というナンバリングタイトルを、まあ、若いスタッフが、重責を担うって非常にこう、まあ、みんな、まあ、こう嫌うわけですよね。で、まあ、僕はその新しいプロジェクトをやろうとしてたんで、企画をやって若いスタッフに委ねようとしてたんですけども、まあ、それはちょっと勘弁してくれということで、そんな中であるスタッフが持ってきた企画がライジングの元になってます。でそれはまあ、ライデンを主人公にして、まあ、スピンオフですよね。メタルギアソリッド5ではなくてメタルギアソリッドのスピンオフであれば僕らは作れるというので持ってきた企画です。で最初の企画は、メタルギアソリッド2と4の間の物語を保管する物語で、ストーリーで、4でもありました月光とライデンが戦っているデモシーケンスがありますけど、あれをゲームでアクションで自分のアクションでやりたいっていうのが、まあ、元になってます。最初はですね、プログラムのリーダーとしてとプロジェクトのマネージャーとして、企画の当初から関わっています。初めに何でも切れるゲームを作るんだっていう提示を受けまして、まあ、そこに対するですね、技術的なチャレンジも大きくて面白そうでありましたし、何よりその小島プロダクションの中で監督が直接関わらない、新しいチームで新しいものを作り上げるというところに非常に意欲を感じていました。プロジェクトの進み方が遅かったというのはありますね。ゲーム自体はまあ、難航して最初の頃なかなかそのコンセプトが固まらずに苦労していた部分というのが、まあ、私はライターなのでちょっと直接そのゲーム性を作ってるわけではないんですけれど、まあ周りでみんな苦労していたりとか、まあ、ゲームとシナリオの整合性を取る上で苦労した部分というのもあったりするんですけれど、ゲームデザインの方で、瞑想していました。まあ、ステルスとアクションのバランスをどうするかであるとか、あとはレベルデザインと自由切断をどのように料理するかという部分で、まあ、問題と議論の方が先行してしまってアウトプットの方に遅延が出るような状況が発生していました。まだ全然形にはなってないかなと思ったので、プレイしてもまあ面白さっていう面で言うとまだ全然表現できてなかったかなと思ってます。そうやって無理やりこうチームを前に進めようとしていた時に、小島監督に呼ばれて、このままじゃ完成せへんやろ、どうすんねやっていう質問を受けました。でそこではまあプロジェクトを潰したくなかったので、いやまあこういういい要素もあるんですよ、でこれを伸ばして、
いけますよっていう説明をしたんですけども、やっぱチームが一つになって動いていないで、無理やりにでもそのチームを引っ張って、こっちだっていうディレクターがいないっていう指摘を受けて、それに対して返す言葉がありませんでした。でその間僕はピースウォーカーの方の制作をやってまして、ホックスエンジンもやってたんですけども、今回はスピンオフでライジングを若いスタッフが作るということなので、僕はもう一切企画にはノータッチにしたいという姿勢で、プロデューサーとしてやってたので、ストーリーの中身も見ませんし、これはほとんど口は出さないというスタンスでやってたんですよね。でピースウォーカーが終わって、2010年の4月5月になって、E3 が終わってから、ちょっとこう中身を見ようとしたところ、世界観とかストーリーとかもキャラ設定も全部できてるんですけども、いかんせんゲームデザインの部分がフィックスしてないっていう状況でした。何でも切れる、どこでも切れるっていうのはできるんですけど、それをするとゲームデザインが崩壊している状況で、それをどういうふうなゲームデザインで統合して遊ばせるかっていうのが、チームの中でも決まってない状態でして、で特に、何でも切れるっていうのと、そもそもやりたかった忍者アクションみたいなね、このスピーディーで爽快なアクションというのと、ステルスで、メタルギアらしさっていうか、ステルスで進んでいって見つからないようにいく性の動きのアクションとの折り合いが全然ついてなくてですね、そこを何度も何度も作り直してた時期です。年末にプロジェクト中止を決断したんですけども、世界観とかストーリーとかモデリングしたやつとか、その何でも切れるプログラムとかも全て揃ってて、ないっていうか、ゲームデザインをちゃんと消化できてないっていうのがありまして、中止は考えてたんですけど、どこかそのゲームデザインをできるようなとこないかなっていうのを探したんですよね。で海外へ最初思い浮かんだんですけども、やっぱり忍者アクションなので、チャンバラゲームなので、やっぱり日本のスタジオがいいかなと思って考えた時に、アクションで、僕らのそのゲームデザインを委ねて答えを出してくれるようなところっていうのを考えた時に、やっぱりプラチナさんしか思い浮かばなかったので、ですぐ連絡を取ってですね、年明けにお会いして、相談をしました。一言で言うと、パワフルでスピーディーだと思います、ゲームの内容ももちろんそうなんですけども、これは、プラチナゲームズさんの、開発スタイルにも共通して言えることで、私も現場の方に何度かお邪魔したことがあるんですけども、すごく賑やかに開発をされていまして、でただ意思決定がものすごく早い、というのを痛感しました。あとは、アーティスティックな面で言うと、アクションの部分、とあとエフェクトの部分に関しては、我々のスタイルとは、
かなり違っていて、非常に刺激を受けました。そうですね、まあやっぱりうちで作れないゲーム、アクション性のすごい高いゲームを作られているので、僕たちの作り出した世界観とそのプラチナさんの高いアクション性のゲームっていうのがうまく融合すればすごい面白いものになるんじゃないかなというふうに期待しています。まあ、最初は受けてもらえるとは全く思ってなかったんですけども、口頭でこういう状況でこうなんですけどもどうですかっていう時に、まあ先方から、まあ1週間ぐらいかな、文書でこういうゲームデザインにした方が、まあ、こういうゲームデザインにすればいいんじゃないかっていう、まあこう設計図みたいなのが来まして、非常に分かりやすくてこれならいけそうっていうのがあったので、もう一度お会いして、で契約をしてですね、今度はそのアルファ版っていうその、我々のモデルを渡して、向こうでその簡易なゲームデザインっていうのを、作っていただいて、それもわずか数ヶ月で帰ってきて、でそれを見た時にもうこれは絶対間違いなく、いいものができると、僕らが最初目指していったもの全て入ってたんですよね。どこでも切れる要素もあって、当然スピーディーな爽快アクションもあって、ライデンもかっこいいアクションもあってっていう、で、まあ、そういう回答をもらったので、で、まあ、そこで、まあ、プラチナさんと、まあ、コラボレーションして、まあ、新しいライジングを作り直そうとしたのが大体、まあ、その時期ですね。ライジングマラソン、ロジャー、Let's have some fun。まあその一番最初にどういう経過っていうのははっきりスタートのとこ分かんないですけど、まあこれ冗談みたいな話ですけど、あるパーティー会合があって、そこで小島監督から最近どうみたいな、いつもみたいな話があったんですけど、ちょっと手伝ってほしいものがあるんだよねみたいなことを言われたんですけど、その時冗談だと思ってたんですよ。全然で冗談だと思ってたんですけれども、実際改めて、実は本当に仕事したいんだと、でこのタイトルをやりたいんだ、まあ僕としてはその以前からこのタイトルあることを知ってますし、順調に制作されてるのかなと思ってたんですけれども、もう一回こうやり直したいということもあってですね、うちとやりたいというふうにお声掛けしていただいて、でうちとしては非常に、まあ、意欲的なタイトルになるんじゃないかということでお受けしたというような経緯です。まずはその僕たちが作ることによって面白くなりそうなジャンルだったっていうのはもちろんあるんですけれども、単純にそのメタルギアっていう世界にこう名前が売れてるタイトルに関われる、まあそれはナンバリングのタイトル作品ではないにしても、メタルギアっていう作品の中に少しでも関われるっていうことは、ファンとしても作り手としてもやっぱりワクワクはしますし、そのワクワクした気持ちが全てですね。まあ、会社の今の状況がどうだとか、チームの今の状況がどうだとかっていうのはほとんど関係なくて、自分自身がワクワクしちゃったんで決めたっていうのが一番でかいですね。とにかくその時間がやっぱり厳しい中で制作をしているので、いろんなことが大変ですっていうのと、あと小島プロダクションとこう組んでやるのも初めてなので、いろんなことが、まあ日々新鮮であり大変でありですけれども、まあなんとかこう面白いタイトルとして世に出せる手応えみたいなものはつかめてきたかなというふうに感じています。まあちょっとずつやり始めている段階でもそうですし、まあそのまだ全然コラボレーションしてやるとなる前もそうですけど、やっぱりそのクオリティ面、まあ、絵的にもゲーム的にもそうですけど、まあ、僕がカットシーンイベントを担当してるんで、やっぱりちょっとそっちに目が行きがちなんですけど、やっぱりそのメタルギアにしてもそのカットシーンにおける絵的なクオリティの高さっていうのは、やっぱりその世界的にもトップクラスだと思ってましたんで、やっぱりそういうスキルの高いチームだなという印象は持っています。
当初はですね、フォックスエンジンで僕が作ってたんで、フォックスエンジンで、で僕らが作ったストーリーと世界観とモデルを使っていただいて、それをプラチナさんのゲームデザインに置き換えて仕上げようとしてました。なんですけども、彼らと話しているとやっぱり彼らの良さってあるんですよね。なんで、お話も全部変えました。設定も MGS4 の後になってます。でキャラクターも、プラチナさんが、作りたいキャラクターもいっぱい登場してますし、そういうことで言うと本当の作り直しみたいな感じですね。だからフォックスエンジンじゃなくてプラチナさんが一番使いやすい彼らが使っているエンジンで今動いています。今まではカメラワークとか演出とかはまあかなりリアル思考でやってきたんですけども、プラチナさんの場合は、かなり見た目重視というか、まあ、かっこよければ何でもありみたいなところがあって、まあ、そこら辺の違いは感じています。その前のストーリーっていうのはもちろん2と4の間の話っていうことで書いてたんですけれど、今回そのプラチナさんとお話しさせていただいて、向こう の、あのやりたい作りたいゲームやりたいことゲームのコンセプトといったものをかなり長時間にわたって話したところ、それであったら MGS4 の後の話の方が、それにゲームのコンセプトに合ったお話を作れるだろうと、そうですね、2と4の間って始まりと終わりが決まってるんでかなり窮屈な中でそのここからここまでに行くっていうことは決まってて、その中でどう動くかだけしか作れない部分っていうのがあったので、4の後であれば、始まりは決まってるんですけど、その後どういくかっていうのは結構かなり自由に作っていけるっていう部分もあるので、今回のゲーム性と、プラチナさんとやらせていただくということを、最大限に生かすっていうことを考えたときに、MGS4 の後の話にしようという、かなり大きな決断でしたけれど、そう決断をしまして、全て書き直しました。今のライジングなんですけども、もう剣を振るだけで気持ちのいい、もうそこら辺を走り回るだけで気持ちのいいっていう、本当にプラチナさんゲームらしい、プラチナゲームズの作品らしいゲームに仕上がりつつあります。でそこに小島プロダクションがもともと得意とするストーリーであったり、カットシーンの演出であったりというところに関しては、小島プロダクションのスタッフが向こうのスタッフとともに現場で作り込むことで、これまでの小島プロダクションでは作れなかった全く新しいゲームが今生まれようとしています。やはりその戦闘におけるところのアクション、そこでのかっこよさであるとか、もちろん世界観のしっかりした重厚感、そこのスピード感も含めて映像に出していけたらいいかなと思っています。いろいろ今作ってる状態の途中なんですけれども、そのプロモーションの映像とか上がってきて、やはりそのずっと作られたところからまたもう一回リスタートしたというのをやっぱ強調していると思うんですね。そこのところをやっぱりガラッと変わったイメージ、プラチナゲームズが参画して作ったっていうことに対してもやっぱり結果と出したいと思ってます。それをやっぱり出すことによって、コナミさんと小島プロダクションと仕事をやったということになると思いますので、そこのところをもっとはっきり出せたらいいなということでやってます。で今途中なんですけども、やっぱりそういうところをこう徐々にこう出つつあると思ってますんで、なんとかこのプロジェクトを成功させたいと思ってます。僕たちが一番得意なところを生かすタイトルだと思って作ってるので、そこに関しての手応えはあります。やっぱりアクションゲームを作れば僕たちは世界有数のスタジオだっていう自信を持ってやってるので、その強みっていうのはライジング、新しいライジングの中に存分に生かせていると思ってますし、切ることが気持ちいいゲームっていうのが本当にはっきりしたゲームとして仕上がっていくというふうに自信を持って作ってます。
まあ、ただ小島プロダクションもこれだけの期間で作ってくれっていう時間ではすごく無茶を言うくせにあんまり妥協もしないスタジオなんでいろんなことは大変ですけどね、自分たちの強みっていうのは生かすように作ってますけれども、小島プロダクションの無茶苦茶な要求に応えていくためにも大変な思いをして作ってます。そこだけははっきり言っておきます。大変なこと言われてますひどいスタジオシステムも一新されてるっていうのもありますし、まあ、ゲームを通して開発そのものもそうなんですけれど、ライデンっていうキャラクターはゲームを通して生まれ変わるんですね。まあ、プロジェクトそのものも生まれ変わってはいるんですが、そこをぜひ楽しんでいただきたいなと思います。全く新しい形で融合されてる一つの完成形の開発主体だとは思いますので、この流れが後の他の会社とかでもやっていければ、もっと競合相手と戦えるようなゲームソフトになるんじゃないかなと思ってます。まあ、ストーリーも、書いてるのはうちのタマリっていうのが書いてるんですけども、プラチナさんの、まあ、監督、ディレクターがこういうストーリーにしたいっていうのをキャッチボールしながら、それはコジプロのうちが書いてますけども、以前書いてたものとは全然違うものですし、シンカーがデザインしたものであっても、今回そのビデオのトレーラーに出てるんですけども、レイが出てきて、あれゲーム中の画面なんですけども、ゲーム中にこう、右手にこう巨大なソードがついてて、あれで襲ってきてライデンがあれを受け止めてそのまま掘り投げるっていうところがあったと思うんですけども、あれも僕らの、デザインセンスではああいうのは出てこないんですよね。で、しんちゃんも、最初はびっくりしましたけども、やっぱりあのテイストっていうのはやっぱ僕らからは出ないものなので。あれもフランジラさんの良さということで、そこはまあお互いこう協議しながら、作ってるところです。ですから僕らの、まあ、キャッチボールをしながら新しいメタルギアのライジングを、相互で作ってるという感じです。まあ、大阪で東京ですけど、はい、まあ、311とかもありましたけど、やっぱり日本人まだ頑張ってるっていうのを、はい、そうなんです、僕らがね、まあ、そこをね見せたいですし、まあ、世界中の人がまあ応援してくれてるんで、僕ら元気やっていうのを見せたいじゃないですか。でやっぱりその海外に向けてものづくりをしてるんですけども、どこかしら日本的なものが入ってるのが、まあ、プラチナさんのゲームであり僕らのゲームであるんで、そういうまあ世界の伝え方っていうのもやってるとこなかなか少ないと思う。いや、全く同感で、まあ昔やっぱりメイドインジャパンが一番だったわけで、はいはい、このゲームで関して言えばもう一回ちょっとそこをちょっと感度を行きたいなと、はい、頑張りたいと思います。